どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。4日火曜の日経平均は陽線だけど前日比マイナス。これで陽線は3日連続と、まあ強いのか弱いのかよくわからない状況が続いています。結果また三角持ち合い、レンジのような形になり、まあ大きな値動きの可能性も あるとまあね、そんな難しい状況になっています。え、そこで今日は奈良直近どう相場に向き合うかを考察しています。まあ、私のねオプションのプチトレードなんかも紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速6月の5日日経2。25オプション考察始めていきましょう。 はい。それでは6月の4日、相場外協からです。日経平均38,837円、85円安でマイナス0.22%、トピックス2,787.48、マイナス10.59でマイナス0.38%、グロース631.29、プラス14.63で、プラス2.37%となっています。次に売買代金ですが、プライムが4兆2,707億円、スタンダード1,930億円、グロース1,300億円、 億円となっています次にビックスと VI ですが、ビックスが13.92、昨日十13.24でしたから、少し上がってきています、そして日経平均 VI も、今日はでもまあ日経平均もね、0.2%安ということで、ほとんど動いてないんですが、プラス0.13で17.15、き、まあ、今日の値動きから見ると、妥当な、まあ、ボラティリティ変化かなということで、引き続きまあ17前半ですからね、まあ、対して、こう、 相場に対して緊張感もまだなないいのかなという気はしてい、ます、はい、今日はサブチャンネルの株ラボメンバーシップの動画のお知らせでございます。6月度もスタートして59回目。今日6月4日配信をいたしましたが、まずはね、トピックスの、えっと、セブンティーンですね、トピックス17業種の各指数を使って、まあ、時代を見極めて、 そして、個別株のスイング投資なんかに、まあ、どう役立てていくのかと。まずね、トピックスの17の、まあ、チャートというか、インジケーターをね、うまく表示して、で、日経金とかトピックスと比べて、まあ、どういうふうにして考えていくか。やっぱりセクター強いとセクターの中からね、選ぶべきなので、まあ、そんなお話をチャートの作成から一緒にやっています。で、今回はベーシックの方でも見ていただけるような会になってますから、まあ、ぜひね、この機会に、 まずはベーシックからでもいいのでどんなことやってるのか興味のある方ね特にトレーニングビュー始めたばっかりで、まあ、いろんなチャートを具体的に使ってトレードしてみたいなという方はぜひこちらメンバーシップね覗いてみてください概要欄にリンクがありますえそして5月度はえ計7本動画お出しをしましたが、まあ、この時5月はねコポックカーブそれから GMMA あんまりねよその動画で 聞かないいと思まますす、まあ、GMMN は最近私えしょっっちゅうチャートを使ってますけどで、あとはブレイクポイント、今日も出てきますが、これをボリバン地高線と ATR を組み合わせることで精度を高めるみたいな実践的なこともやっております。こちら、いつメンバーになってもね、過去の動画全部見れますから、もうこれかなりボリュームあります。気になる方はぜひね、概要欄からメンバーシップのサービス内容をご確認ください。 はい。それではチャートを見ていきたいと思います。まずは日経平均の日足、ロうソク足ですね。まあ、冒頭でお話をしたように、3日連続要選で、今日も要戦。下からちょっと始まって、結構ね、5日戦まで突っ込んでたんですけど、切り返して38,837円。まあ、結構5番にかけてはね、こう上がっていって。でもね、形的にはこれずっと50日で抑えられてるんですよね。はい。まあ、あの、日経、 中はですね、超えてる時もあるんですけど、終値ベースで見ると、ほとんど50日近辺で,で、もうここ2週間は上に行っても50日で全部抑え込まれてるというところなので、まあ38,884円ですかね。この38,900円のところ、ずっとこれレジスタンスになってるんですが、これがなかなか超えられないというところで、今日も超えるのはお預けと。で、まあそうこうしてるうちに25日もじりっと上がってきてますから、で、5日線これね、若干加工してるんですね。なので これ5日戦25日戦キープできなくて下に割ってしまうとこれはちょっと様相が変わってくるということなのでなんとかこの上で踏ん張ってほしいただし今日、ナイトに入って一旦崩れました 38, 3万8340円まで突っ込むというところでさっき言った5日戦25日戦現物の水準ね はい、全部下にぶち抜いいててしまっていまっすで21時22分で3万8430円と、まあ、少し下から戻ってきた340円ですからねでこれ収録しているのが22時ちょっと待ったぐらいなんですけど今度は520円3万8520円まで戻ってきているということで相変わらず上下上下、まあ、好き勝手にやってるなという感じですねただ上値が重いので上がったところは3万8900円。 まあ、オーバーシュートして超えてもですね、39,100円台ぐらいまでで精一杯っていう状況が続いているので、まあ、上昇したら、まあ、やっぱりね、受給なんかもまだまだ重いですから、そこら辺でタタタッと売りが出てきてしまうというところを今繰り返しているのかなと。なので、直近もね、上値切り下げと、まあ、下値切り上がってきているところで、また三角持ち合いという感じにはなってきていると思います。で、こちらはね、プルバックで唯一上昇を、 まあ、示唆して、翌日上げたんですよね。ここで大きく上がって、サインがついて、翌日うまいこと言ったんですけど、結果的に、これ、ほぼ全戻しになって、5日線割ってます。これ、あの、38,520円ぐらいまで戻ってきて、5日線の攻防になってるので、こちらはもうすでに5日の足がナイトセッション出てますからね。なので、これ、終わり値判定なので、もしこっから300円、400円切り返すと、まだ、このプルバックのサイン、 上昇、あの、いが崩れてないとなるんですが、5日線を下になって、今、この状況で5日線割ると、下落の 5MA クロス完成してしまうんですね。なので、いずれにしても、明日、まあ、5日の15時15分、この先物足が確定したところの位置によっては、このプルバックから上昇が継続か、一旦ここで決済かという状況になってきます。私は、一旦ここで、カバードコール、 みたいなところを持ったんですけど、ええ、三万八千四百九十円ぐらいで。 えっと、利というかトレイルですね。38,170円ぐらいで買ったのかな。この後、スクリーンショット出てきますけど、はい。カバードコールにして39,000超えたところでは、しめしめと思ってたんですけどね。はい。まあ、白利で、えっと、利という形になりました。こういう状況になったんでね。でも、またナイトで切り返したら、ああ、カバードコール持っときゃよかったなという形になって、なんとなく明日の朝起きたら後悔してそうな気もしますが、一旦、まあ、注文が刺さっちゃったんだから、しょうがないじゃないかという感じですね。はい。で、えっと、 中期 GMMA はですねこれ1日転嫁でまた、これまだ確定足でさっき言ったように確定足じゃないんですけど、まあ、現状はですねまた引転してしまっていますということなので、まあ、やっぱりねこれ中期足なので1回、要点引転ってこう色が変わってしまうとすぐにもう1回切り返すってのはね相当急騰急落しないと。 切りりわらないんでですすねやっぱり1日2日日柄要するのでということで、1日ですぐに下落に戻っちゃってるので、また中期下落に逆戻りという今、見た目になってます。これ、ここからね3万8800円を超えるような形で上昇すれば、一旦これ赤継続になると思うんですけど、まあ、そこまで今日切り返せるかどうかですね。はい、で、なので、一目均衡表も昨日と言うとることが違うやないかいという形にはなってきてますが、まあ、雲を、 今、工房です。これ、五日足。先物なんでね。五日足ですけど、38,458円。ここなんですね。今、雲の加減が。で、この時、450円でしょ今、520円まで来てるので、一旦雲の中に戻りました。なんですが、これ、雲割ってくるとですね、三役工転が消えます。で、こちらもローソク足に急接近してますよね。地光線が。これ、このままストーンと、まあ、38,500円割ってくるとですね、あ、300円ぐらい割ってくると、ここ、 い、まあ、いずれ、ね、ここ下抜いてきますよねで転換線もここが下がるようだとすぐにもう基準線とすごく近い3万8400円と3万8295円ですから、まあ、100円ぐらいしかないんでちょっとでも下に行ったらこれストーンと一気に三役逆転になってしまうというところでせっかく31日で雲ねじれて、ね、株価上昇するのかなと思ったらこの2日で今のところ吐き出しちゃってるという状況になっています。 はいフィボナッチファンも昨日と、これもすいませんね、動画の構成が昨日とほとんど一緒なんですけど、まあ、これもね、あの見るべきところが同じなので、だってしょうがないじゃないかという感じなんですが、えー、ここね 38.、38.2%ト今日割ってきてます。なので、38.2と50.0の3月22日から見たフィボナッチファン。 ただしこれ今下向きなんですね。下落トレンド、中期下落ですから、下落トレンドにおけるフィボナッチファンで見た時にときに38.2と50.0のところで、まあこういう形でね、動いてくれるかなということで6月7日で3万9000と3万8500円近辺でぶつかるんじゃないかという話をしていたのがですね、あっという間にここ割ってきてるんですね。 で38.2と23.6のこのゾーンの時の動きのようになってくると、これはじわっと右,下が右肩下がりで下がっていくと、S q に向けてね、というまあストーリーになってしまうので、いずれにしてもやっぱりこの3万8500っていうのが、だいたい6月7日ないし、6月の10日にぶつかってくるポイントなので、この辺をね、やっぱり。 サポートにして上でで踏ん張れるかかどうかですねちょっと厳しくなってきています。でまあ今日株ラボで上値が重いというところでまあ,あのこの動画の一筋の光名というところは最後の方であるんですがこの動画でね今日一番重要な点は実はここなんですよね。日本株直近熱狂してきてきいた北 の項目がい、まあ、いずれもちちょっとと落ててきているとだからやっぱり上値が重いんじゃないかというところです。これ脱デフレからの成長期待ということで、えっと、PER もね17倍を超えて買われていったんですが、まあ蓋を開けてみればそれほど個人消費はやっぱり伸びないし決算開けてみたら来期の見込みがね割と期待に全然届いてないということで EPS も伸びませんでした。これはあの 木先の,、ねはい、あの予想 EPS というやつが、まあ、全然3クオーターから本決算にかけて上がらなかったということで、まあ、なかなかそれを期待して買っていくという部分は一旦ハゲ落ちてます、それから日銀が緩和継続するんで、まあ、日本株は円安基調だしね、まあ、基本的には日本株も買ってて大丈夫だろうというのも、まあ、だんだんまあ金利、今日はね、昨日今日と日本の金利も下がってきましたが、1%はまだキープしてるし、一旦1.1までタッチしてしまったと。 いうとこころでこれね追い込まれて利上げの形、まあ、6月はないにしても6月何らかのメッセージを出してくる可能性があって。 まあそういう状況なので、なかなかこれもですね日本株を安心して買えなくなってきた、むしろリスク、6月14日に向けてリスクがある今、まあ、なかなか買う材料にはなりづらい、そして業績に比べて割安というところで、配当利回りなんかも良かったんですが、まあ、こちら、今日の株ラボで、ね、説明していて、まあ、ブルームバーグでも記事が出てましたが、まあ、まあ当然、株価がちょっと上がりすぎちゃった面、3月22日までね。 というのもあって高配当と思われていた株が、まあ、当然軒並み株価が上がって配当利回りは下がってるとでそれに加えて日本の債券の、まあ、価格が下落して金利が上昇1.1%までいくような状況ではです、ねまあ、いわゆるイールドスプレッドですね株に対する違う金利に対する株の妙味というところが薄れているということでいずれも日本株を買い上げたまああの ドライバーだった項目がですね、まあ、全部あれちょっと違うかなとでこれに加えて13月やりすぎたそして4月は株価が下がってくる中で個人を中心に信用買いをずっと積み上げていったというところで、まあ、受給がかなり悪いんですよねということなので上がったところではどうしても売り物が出てくるというまあまあ受給面での厳しさもこれで4番目にあるということですからなかなか日本株は。 やっぱり上値が重いのかなというところをお話をしております。これあくまでも私の感覚ですけどね。ということで、まあ、レンジブレイク、これしそうなんですよ、ずっと。 ただ、上4回叩かれて超えられなかったのでここに来てまあ中間点に戻ってはきたんですが上と下どっちブレイクするかというとまあさっき見ていただいたようにな,なかなかね上をガっと買っていくような今、材料がないのでよほど欧米の方で急騰するようなヘッドラインとか出てね株価世界的に株価がもう一段上がるみたいな展開にならないと厳しいんですがまあニューヨークもさすがに。 金利が下がっても株価そんなに上がらなくなってきましたのでなかなかねちょっと上へのドライバーってのは厳しいかなとでそんな中ボリンジャーバンドもかなりくびれてきましたつまりエネルギー溜まってるんですね ATR も下がってきてますからいずれにしてもボラティリティが縮まってきているという中でまあどっちかに噴火しますからねいわゆる上か下にレンジブレイクただ上4回やってダメだったのでじゃあもう1回下 ドスンとまあ、こっちを警戒した方がいいのかなと個人的には心配をしていますはいでまあいずれにしてもねこの後明日出てくる ISM 非製造業金曜日の雇用統計次第というところはありますが一応チャートからは まあ三角持ち合い、上は3万9000、まあ、跳ねても3万9200かなと、下は3万8000ですね、で今、3万8500でしょ、中間点なんですね、ただ、中期も長期も下落なので、全体的なトレンドはやっぱりちょっと下向きです、短期は3万8500を挟んでのレンジですから、まあ、上がったところは上、抑えられながら、もしかしたら3万8000を割り込むような展開かもしれない。 ならばね、ならば、まあ、あの、ファーのコールとプット、今、レンジですからね、なんだかんだ持ち合いで。ならば、その間はファーのコールとプットを売って、ですね小銭を稼ぎつつ、どっちかにブレイクする。ただし、ブレイクといってもですね、上の方は私、そんなにパワーないと思ってるので、まあ、例えば、先物を買って、ズンズンとかね、カバードコールで満額の利益になるとか、そこまで強い、まあ、1000円ぐらい、ここから上に上がれるかというと、 それはないいようなな気もしているんですねなので万が一上に抜けるんだったら売ったコールの下を125円でいいのでね下を逆差し値で買うっていう注文を入れてまあローコストというか若干マイナスになるかもしれませんが早めにね上のどっちかに抜けた方に、まあ、あのガードをかけてだから注文はどっちも入れとくんですけどねでデビットに構えてで SQ まで 上に行くんだったらもしくは下に行くんだったら別にデビットにしとけば放置しとけばいいので,で途中で止まるんだったらその買いをね利確なり若干の損切りで逃げてもう一回売り長にしておくと。 まあそんな感じでいいんじゃないかしらということで実際こんな風にしてみました。これ5分足です。直近21時53分まで急激にね520円まで戻してきましたが、一応ですね、私これナイトセッションだからついさっきのことなんです。えっと、6月4日16時42分ですね。はい、ナイトを 寄った瞬間に100円ぐらい下がってです、ね、であこれ、日中の3万8800円水準、これ、全然キープできないわと思ったんで、慌てて、4万円のコールを41円で売りました、まあ、売ったというか、ですね38円ぐらいの時きに、まあ、41円で売れたらいいなとさせたら、売れたというだけですね。 その後下がっていったので、あ、これは下げ止まったところでプット売りたいなと、でもどこで下げ止まるか分かんないから、とりあえず、これもね、ちょっと切れてますけど、36,500円のプットを34円か3円の時にに、41円で売りを入れといたんですね、どっちも。 なんで41円かというと40、40円のトリガーで1円ぐらい上に滑ると。ね、40円になったら逆差しねみたいなのやってる人が多いかもしれないのでっていうところで41円にしただけなんですけど、まあ運よくね、まあまあ,あの、そんな頭と尻尾ではないにせよまあ今日の短い期間ですけど、上でコール打って下でプッと売れたという感じですね。で、これまあ本当に21時過ぎぐらいで、えどっちも29円違う。え そうね、どっちも29円ぐらいになってたんですね。なのでわずか数時間で2万3,000円ぐらいの含に益にはなってたのでまあもうそれで利格してもいいぐらいなんですけどさっき言ったようにこのすぐ上とすぐ下にすぐ下とすぐ上ね、はい、内側にそれぞれ125円内側に、まあ、ちょっと約定するかどうかわかんないですけどね125円ってマイナーなんで。 の、そこに一応買い注文を入れて、万が一急激に株価が動いた時のヘッジはしています。今日はね、そんなに動かずに、結局38,500円のプラマイ300円ぐらいでウロウロするんじゃないかなと思ってるので、まあ、こんな売りを入れました。で、さっき言ったようにね、カバードコールも入れてたんですね。はい。えっと、こちら、まず先物を5月の31日に38,170円で買って、で、今日、490円のこれ、注文が刺さっちゃったんですね。一時3万9,000円超えたのにね。 はい、もたもたしてました。しかもこれ7月切りなんで、これね、単純に間違えました。で、えっと、カバードコールなんで、ミニオプションの230円も同時に売ってました。5月31日の朝、寄ってちょっとぐらいしてからかな。はい、38,170円で買って、で、ミニオプションの、えっと、コールを230円で売ったという形です。で、結果的に今日これ300円で決済をしたので、こっちで70円、7、7、 1> 1, 円分のマイナスですねでこっちで250円ですから2万5000円分のプラスですからあ違うえっと3万2000円のプラスですから差し引き2万5000円のプラスですねまあ一時はね5万円ぐらいプラスあったのでカラースプレッドにしようかどうしようか悩んでるうちにね下がってきちゃったはいまままあまあ、まあ で、一旦でもね、その後も下がったんで、よしよしと、早、まあ490円でもね、逃げといてよかったと思ったら、520円まで戻ってきたので、なんじゃいと思ってるのがこのポジションで、まあこれはくなんですけど、プラスだからまあよかったよね、ということで、一旦上のブレイクに私はちょっと張ってたんですよね。で、そこそこブレイクしたんですけど、結局行ってこいになって、こうやって利益が減ってしまったと。まあ後から見ればもっと上で理覚しとけばよかったんですけど、 とね、もう一回3万9000を抜けていくと思ってたので、ちょっとね、あんまり早めに利格してしまうと、また上に行ったら嫌だなと思ったので、もたもたしてたらこうなっちゃったで、慌ててコールとプットを打って、またあんまり動かない方に、えー、と変えたということですね。はい、まあこんな感じで上と下を、まあ他にもポジションあるんですけど、もうだいぶ進んでですね、 あ,のあまりもうほとんど2円とか3円になってもうこれはあのすぐに利格というかね決済してしまおうと思ってるポジションとかあとは、うん、とそうですねバタフライなんかも持ってたりするんですけど、まあ、少なくともね直近まあ今日ねあの入れてたものが決済と新たに売りを入れたっていうのは今日のチャートを見て、まあ、こういう形で再度やってみたということですね。 はい、ここからオプションの手口なんですが、今日は株価が動いておりませんので、まあ、あまりなかなかね、 こう語ることとが難しいい売り買いのポジション出ないで、すからねで今日はコールサイド7254に対して、プットサイド6313なので、今日も一応コールの方が若干多いという形になっています。そして、やはり ATM の3万、ATM というか、ATM 近辺のね、一番近い3万9000と、あとはね、4万円のコールが、今日これはあの海外勢の開示というか、開示エリから外れてるんですけど、全体的な縦玉はですね、3万9500 4万まあ,あの買いやすくなっててかもうほとんどプレミアムがなくなってきてるので、まあ、そういう意味では売り買いが増えてる部分もあるのでこっちに行くから増えたとは単純にはね言えないんですけど、まあ、どっちかというとコールの方が多いので、まあ、目先ねやっぱりちょっと下は下げ止まってる感が出てるのかなという気はしています。 はい。ゴールドマンは今日一切ポジション取っておりません。なので、引き続き上に行くんだったら3万9000円よりも上に行ってほしいし、下に行くんだったら3万8000円よりも下に行ってほしいというところで、一旦下にね、今日ないと340円まで掘ったんですけど、また500円まで戻ってきています。で、プットサイドがね、3万8250円よりも上でずっと断続的にプット売ってるので、まあ、基本的には3万8500円近辺。 まあ上のコール売りもあるんでね、まあ、3万8500円近辺でいくんだったら、もう本当にこの辺でいいし、ただ、ゴールドマンとしては上か下に大きく動いてほしいし、この辺のプット売りを見ると、3万9000円よりも上でレスキュー値は決まってほしいと、まあ、そんな感じになってるんじゃないかとは思っています。ははい次にアアムムロロですアムロは今日 コールサイド5164、プットサイド4250ということで、やはりこちらもコールの方が若干多いという形になってます。で、基本的にこれも昨日お話ししましたけど、アムロは38,500というところで、えっと、コール買いとプット買いがぶつかってるんですね。で、とさらに38,875よりも上はコール買いのプット売り。で、下はですね、38,000から38,500ぐらいなんですね。 ということでまあまあ38,500を起点に上はどんどん上に行ってほしいけれども下は3万8,000円までという感じで見ています。はい、なので、まあ、下に行った時にねちょっとプット買いで利益になるようにはしてますがあんまり下は見ていないやはりアムロもできれば、まあ、3万8,500円でうろうろするんじゃなくて3万9,000円よりも上に跳ねてほしい、まあ、今見えてるところだけで言えばね、はい、そんな感じにはなっています。 はい、次に先物ですが、先物はね、まだ今日も31万8000枚ということで、まだロールオーバーは始まってない感じですね、はい。おそらく6日あたりからロールオーバーが始まって、ここが急に60万枚とかね、なってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、今日見てもそんなに特徴ないんですね。全体的にやっぱり海外勢先物の,の まあ全体的な力自体は減らしてきてきいます、はい。なので、まあ、先物主導で、ね、株価を上に引っ張り上げるようなパワーも、まあ、先物という観点から見ても全然感じられないと、で特に、ね、ゴールドマン、今日8000枚しか動かしてなかったりということで、き、まあ、今日は比較的先物、海外勢、おとなしかったかなということで、あんまり入れてないんですね。なんか下にも上にもも上ガガチャガチャャ でプラスマイナスは動いてないけど縦玉だけは増えるということは結構あるんですが、まあ、それもあまり見えてこないのでいずれにしても海外勢先物主導で上か下に大きくアタックをしてるのはまだ今日は見受けられないなという気がしています。はいということでいかがだったでしょうか、えー、投資天気予報ねはっきりせずに申し訳ないんですが、まあ、残念ながら38,500に戻っちゃったのでここから上か下かっていうのはまた三角持ち合いないしレンジ上抜け下抜け抜けた方に。 抜けるまでは上と下オプションをファーで売ってりゃいいんじゃないでしょうかという見立てなので、まあ、私はちょっと曇りですねただチャート的には、ね、ちょっと崩れてきているので、まあ、少し雨が降りそうだなと。 そんな感じね。リアルの世界だったら、一応傘持って行った方がいいよと。まあ、そんな上限をする一日になるかなと思っています。はい。ということで、今日の動画も役に立ったぞ。そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方ね。ぜひポチッとよろしくお願いいたします。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね